おはようございます、釣り子 TV です。これ待望のですね、デプスのニューワームフルスライド 3.4 インチ、これがね釣り具屋さんに並び出してましたよ。 SNS とかで昨日ぐらいにね、店頭に並び出してるみたいなね書き込みとかよく見て、これは近所でも売ってるんじゃないかなと思って、仕事の帰りにね釣り具屋さん寄ってみたところ、売ってましたよ。そんでね、こういう感じのブルーギルカラーっていうねカラー、これをね一袋買ってみましたよ。価格は880円っていうことで、バックスライドアクションね、ここに書いてあるんですけども、ブルースライド、早速どんなワームなのか開けていきたいと思います。いやー、これ楽しみですね。ブルのね血統のニューワームっていうことで、はい、じゃあ1個出してみます。うわー、そうかー、へーっていうね、これピリ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 ってね、へー、こういう感じなんですね。ね、動画とかで実際にもう実調の動画とかね、どんな感じかっていうのは結構出ていたんですけども、実際に持ってみるとね、このお尻のプリプリ感、なんだろう、通常のブルフラットをただ2つに割っただけでしょうなんてね買う前は思ってたんですけども、持ってみるとだいぶこの張りの感じとか、あと、なんていうか、まあこのリブの入り方というかね、ちょっと想像してたよりもなんかちょっと違った感じ、プリ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 ってこのね張りとかね、これはね、なんかもう、あとこのボディの太さ、ね、従来のブルフラットとはね、また全然違った感じで、これはね、もう、新しい。あ、でも、そっか、こう、ブルフラット特有の、ちょっと頭の方が太めで、そして後ろに行くにつれて、なんて言うんですかね、細くなっていくんだけど、こっちの幅は、ふわーっとね広がっていくような、ブルフラット体型を、スリムまではいかないんですけど、ちょっとキュッとさして、そんでもってっていう感じですね。これわーでね、まあカラーはね、これはもう以前からあるこのブルーギルカラーで、このねラメがキラ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 ねして、あーね、バックスライド系ワームっていうことですよね。ただね、これ持ってみてなんとなく感じるのは、ほんとね、ちょっと味付けを変えた感じで、そのジグのトレーラーであるとかテキサスリグのトレーラー、そのまんまね活躍してくれちゃいそうだなぁなんていうね、そんな印象があります。ブルフラットとかを例えばコンツアージグとかにつけて行うジグストの、スプリットテールバージョンとしてね、そのまんままずはいけちゃいそうだなっていうところと、まあ針を刺してね、バックスライドセッティングっていうのはね、もちろんね大活躍してくれそうですけども、その他の使い方ね、いろいろ活躍してくれそうだなってね、ヘビキャロのトレーラーにしてみたり、なんだろう、ジグヘッドの具にしてみたり、ちょっとねボリューミーなスモラバの具にしてみたりね、これはちょっと想像力をかきたてられるね、ルアーですね。ではね、じゃあ実際にこう1個だけ持ってるとね分かりづらいと思うんで、似たサイズ感の、従来のブルフラットと、比べてみたいと思います。はい、というわけでね、従来のブルフラット 3.8 インチ、だいたいねこれ、3.4 インチっていうことで、まあ、3.8 インチと並べると分かりやすいんじゃないかなと思って、大好きなですねスカッパノンカラーですね、これちょっとね、開封して、で一匹出してますね。はい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 。ああ、これはね、これは釣れそうな、はい、3.8 インチ登場で、で、はい、横に並べるとこんな感じね。本当ね、ブルっていう名前がついているけども、本当ただのスプリットテール化しただけではなくて。このなんだろうな、
バランスがもう全然変わってきてるっていうところと、あの最初の方で話しましたけど、このテールの感じ、ここもねだいぶ従来のブルフラットとは、変わってきてるなっていう、こうブルフラットがどちらかというとボワンボワンってこうね、この後ろの方もね肉厚で、でこの水の受けやすいリブが入っていて、結構ねテールはテールでなんかボワンボワンとした力強いキックを生み出しそうな感じですけども、こっちのなんだろうブルースライドの方はこういう感じで、比較的薄めでピリ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 って動くことによって、まあ、こうバックスライドさせていくっていう目的のワームだから、このテールが下手なブレーキにならないようにとかね、そんな感じでなんだろう、調整されているんではないかなね。でこの、まあ、ピリピリした感じがね、またそのさっき言ったようにその他のバックスライド以外のね、リグにもなんか、効いてきそうだなっていう感じですね。まあまあまあ、2つ並べてみるとね、だいぶこうなんだろう、違った印象、あこのお尻の垂れ具合とか見てもなんとなくね、こうこっちの方がなんかちょっと張りがあってピリピリした感じで、こっちがボワンボワーンとキックするこの感じがね見えるんじゃないかななんていうふうに思いますけども、いやーこれはね楽しみなワームがね、一つ増えましたね。でこのブルースライドなんかがねすごい気合が入った釣れ方をすればね、サイズ展開なんかもね、ちょっと期待したいですよね。これの大きなサイズであるとか、はたまた、小さなサイズもね、期待したいななんていうふうに思いますけども、いやーこれはね、ずっとちょっと2021年楽しみにしていたワームの一つなんで、すげえなっていう感じですね。じゃあね、ちょっと重さの方も測っておきたいと思います。はい、じゃあ重さの方も測っていきます。はい、12.5g って出ましたね。なんだろう、ノーシンカーで投げる機会が多くなるかと思いますので、十分なね 10g を超えた重さがあるんで、なんだろう、ベイトフィネスよりは、まあ普通のベイトタックルっていう感じですかね。 M パワーからミディアムヘビーパワーぐらいのやつでね、シュコーンシュコーンってね、オーバーハングの隙間なんかにねじ込んでいくと使いやすいんじゃないかなっていう、そういう重さになっております。はい、というわけでね、いろいろ見てきましたけども、こちら、デプスのニューアーム、ブルースライドの、3.4 インチですね。これはね、ブルーギルカラー、これをね一袋買ってみました。またね、この動画が終わった後にちょっと夜の時間帯でね、水中での動きなんか水槽で撮ってみて、それもね近日中にアップできればななんていうふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り行 TV はこちら、デプスから期待の、ニューワーム、ブルースライド 3.41、 これを一袋買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。また会おうぜ。